まずはウッチーさんからでございます。はい、こんにちは、ウッチーと申します。ウッチーと中島組部でね、2つのものをやらせてもらってますよね。まあ、今回はウッチーウィズ中島組ということで、前半ウッチーとね、やらせてもらって、で後半中島組でね、やらせてもらいます。はい、まあ、今日ね、こちら、いつも玉串川のね、ところをちょっといつも横あるいは駐車場が前来た時はまだ工事ね、やってた状態で、どうなったかなと思いながら、もう工事ね、終わってて、玉串川のコイがね、お客さんと泳いでて、なんかね、こう、のどかな感じで、それいつもこう月でね、来るんですけど、4月の時なんかもね、桜が、ものすごい桜並木になってるのがね、らしいんですけど、その時期にたまたまこう来てなくてね、なかなかこの桜って、ね、見てはないんですけどね。ただ玉串川の雰囲気をね、こう直すっていうね、車で楽しませてもらってね、で、まあ、踏切まで行って、で、お好み焼きがあってね、そこでこう食べていこうかなっていうね、あるんですけど、どうしても時間がね、足らずに結局そこを見送ってもらってね、来てるんですけどね。たまにこう終わったらね、よろしくお願いします。はい、そしたらね、ハローチームでよろしくお願いします。私の名前
はい、ありがとうございます。日本では玉伏川ではないんですかね、日本ではありませんね、京都のね、クラマンの方なんですよね、はい、よろしくお願いします。はい、ちょうどこの、ナッシュルさんね、3年ぐらい、まあ、お世話になっていまして、ちょっと印象に、ね、残ってるからね、だから清水さんのね、桃ヶ谷桃ヶ池2丁目桃ヶ池2丁目のむつ味噌ですねあれがすごいね、アパートね、清水さんの若い子ねアパート暮らしっていうのがちょうど、まあ、私も21の時にね、アパート暮らしをねしてまして、安孫子町のねところで、それぞれ JR の南側で、駅は、まあ、杉本町がね、アビコがあったんですけど、ちょっと柄のね、悪い感じのね、ところなんですけどね、山の内層というね、いうことがあって、なんとか層が多いな、なんとか層がね、6畳一間でね、2万円でね、入ってる時期がありまして、で、まあ、共同キッチンのね、共同便利で、その頃ね、働いてはあったんですけど、ちょっとその、住んでいくのにね、ちょっと足らなかったので、新聞配達ね、やってる時にありますね、朝日新聞ね、やってて、まあ、約3時半の日でね、4時から報告入れて、250件もね、回るんですよね、いろいろ、2時間ちょっと。苦労したんやな。そういう時期がね、なんかそういう歌をね、そんなのこういろいろ印象がね、その時の一年すごいあって、いろいろね、田んぼ中でね、こう雨の日とかね、大変ですね、こうあれなんですね。読売新聞のね、こう出っ張りしたんですね。一回バーって倒れた時があったんですね、雨の日ね。で駆けつけてくれたの読売新聞のね、こうバーって立ち上げてくる。そこからこうなんか仲良くなったとかね、あれなんですけど、新聞屋さん同士ですよね、うん、まあ、そんな感じで、なんかこう、ちょっと汚い話なんですけどね、こう、大学にしたくなったりね、ちょっと畑があったんですけど、ね、もう入ってね、たまらんでね、やったことも、そんなこと、間違えて入れたりとかね、ポストに、ぽわっと、しもだと、まあ、普通の新聞はね、2つほど余裕があって、まあ、まあ、ええわ。スポーツ新聞が料理がないんですね。ほんで入れてしもったっていう時、ああ、話しもった。あ、間違ってるわ、でね、これ。ほんで、その時も、駅のね、出勤する時に、売店寄ってね、その新聞買って、でまだちゃんとちょっと入れに行ったりとかね、そんなことしたりね、まあ、いろいろありました。まあ、それをね、歌っていうか、次は浜翔さんのね、浜田翔さんの歌で、まあ、コテコテな感じじゃなくて、まあ、その女性のね、歌を歌ってあるんですけど、まあ、アパート暮らし4年での、まあ、そういう歌で、4年の、4年目の秋ってね、それをね、ちょっと歌いたいと思います。それにちょっと、アパートブラッシュというね、フレーズが出てきてね、そのたびにまた思い出すんですけど、
ね、4年目の間に、ね、そこで。はい、ね、ここから、中島組ですね。中島組で、中島みゆきさんのね、あの歌を、ばかりをね、ユニットというので、ここから、ボーカルの久美さんに、よろしくお願いします。はい、はい、こんにちは。ですね、初めての方もいらっしゃるんですけども、しんさん、今年の1月5日のお誕生日ライブ のオープンマイク以来で、本当に久しぶりで。あ、そうなの。もう半年だね。同い年で。ああ、言わんでエッチにいられる。そうなんです。あのね、まあね、タカさんも同い年。頑張ってやな。やっぱりサイモンとガーファンクル、高校時代の同級生で、懐かしいなと思って、ライブとかコンサートにも見たことがあるんですけどね、本当に懐かしい。コンサートはだいぶ経ってからで、もう内さんの家の近くの京セラドームの上の方で、豆粒のようなサイモンとガーファンクルが出てきました。中島組で、3曲をちょっとやらせてもらいまして、今うちさん中2弦なんですけど、12弦ギターなんですね。その間私が MC 担当でなかなかもう終わりましたから、はい、そしたら1曲目は強がりを寄せをやってみたいと思います。
んですけどね。はい、次の曲はですね、なんかね、私グッチさんに言われてたんです、ジャズシンガーの坂田佳子さんに似てるとかね、何回も言われてたんですよ。なんかちょっとね、坂田佳子さんが三角公園というところでね、西成のでこの次の曲を歌ってはって、それはまあね、って言って、では私もやりますって、重きに置いてて、ちょっと長めの曲なんですけども、ちょっと給水で。はい、加藤さんね、このハ、まあ、ハーモニカホルダーね、こう一緒のやつ持ってたのね。そうなんです、珍しいですね。そうなん。あ、そうなんです。あ、一緒ですね。はい。一緒のやってはるわ、ね、なかなかね。カッチリしてる。カッチリしてる。ビッチカチッとね。そうそう。そうなんです。そうなんです。はい。はい、thank you.
ったらいいんですけど、なかなかね、もう練習の時は、さっき見たと練習の時も間違ってて、本当にね、次のからどういう練習かっていう感じなんですけど、まあ、最後の曲で、ホームリテッドの新さんの次のやらせてもらいます。お忙しさで、私もちょっとお水。4月の話なんですけどね、中島みゆきさんのコンサート、大阪のフェスティバルホールで来まして、行ってきたんですけど、72歳の年には見えないのが、全然歌唱力衰えなくて、さらにパワーアップされてると聞いてきて、すごいな、私も頑張ろうということで、内さんも来られたんですね。そうですね。あの、どうして曲取れたんですかってよく聞かれてね、そんなこと。いや、二人でファンクラブのお互いにね、もう最後の機会かもしれないからね、ミキさんとき最後の機会かもしれないから絶対行きたくて、ファンクラブに入ったら二人とも当選して、で、二回ですね、二回行かせてもらって、ね、すごく良かったので、ね、3万円くらいってですね、1万円で6500円ですね、まあ、でも寝落ちありましたね、すいません、ほんなら、どうもありがとうございました。心は今夜も遠くに佇んでいる。
&中島組さんでございました。ありがとうございました。